はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。コージです。このチャンネルでは私このチャンネルでは私独自の目線から日々の出来事やグルメ、そして旅の情報をちょこっとわかりやすく皆様にご紹介したいなというチャンネルでございます。ご覧になる際にはチャンネル登録、そしてグッドボタン、よろしくお願いいたします。では最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はいはいはい、前回のちょこっとしたお話、いつでしたっけ？ちょっと10日前ですね、舞台が終わりましたというね、お話でございまして、友達にサプライズで、京料理弁当をね、祝っていただいたというね、お話でございましたけども、今日もね、急遽カメラをまたまた回しておりますけども、毎回ね、このちょこっとしたお話は、急遽カメラ回したりとかして、ネタを何を話そうかって、皆様にね、ちょっとご紹介したいネタがポーンと思いついたら、こういうふうに急遽ね、カメラを回しているわけでございますけども、はい。今日はね、またね、足の美容院通いをしておりまして、今日もね、注射を打ってもらいに、淀屋橋のね、病院、片岡医院とね、ピンクリニックに行っておりますけども、で今日はちょっと帰り、晴れてはおりませんでしたが、曇りでね、ちょっとね、気持ちよかったんですよ。で、淀屋橋から海田まで歩こうと思って、ちょっとね、20分ぐらいかな、テクテクとね、歩いておりまして、あ、気持ちいいなと思って。いやぁ、淀屋橋から海田に来る道って、いやぁ、なんかじっくりね、ゆっくり歩いて街を見てると、いや、いい街ですね。皆さん、近畿近辺にね、お住みの方はね、歩かれてる方もいらっしゃるかと思いますけどもね、路地を見ながら、はい、歩くのも、おつでございますよ。淀屋橋って、まあ、古い建物と、ビルと、立ち並んでて、いやー、おしゃれでしたね。はい、これちょっといろいろとね、流れておりますか、こうね、うん、いやー、街並みがねすごくおしゃれで、そしてまたこの橋がね、いろいろこれ橋ね名前ついているんですけど、ちょっとこの橋の名前ちょっと私は、まあ、詳しくないんで、まあ、スルーしますけども、いやー、うん、いいですね。はい、というわけで現在の気温、東京は23度でございますね。うん、そして大阪は現在の気温、あ、一緒だ、23度、今日は昼間27度まで大阪は上がりまして、そんなにね暑くないなーって感じで、今の時期がちょうどいいね。今現在の時刻はね、7時37分でございまして。うん。窓を開けてたら心地のいい風が入ってきたりとかして、いやー、気持ちがいい。そんな感じでございますけども。はい。そして今日ね、海田でね、迷子になったおばあちゃんがいらっしゃいまして。ほんで、若い女の子にね、道を尋ねてるんだけど、その若い女の子もわからないみたいで、ほんで、どうしたのかなって僕がずっと見てたんですよ。大丈夫かなと。ほんだら僕の目線に気づいたのか、おばあちゃんが、すんませんって、堂島ってどこですかって言うたら、ああ、堂島ねえと思って、海田が近いんですよ。で、話を聞くと、なんか、阪急百貨店に買い物来たら、家が分からなくなって、迷子になりました、いうことで。ほんで調べて、どこに住んでるのっていうことでね、調べて、
Google マップで調べながら家まで送り届けたんですけどね。いやー、いろいろねお話をしておりましてね、なんか戦争時代にこっちに来て旦那さんと一緒にあっちこっち転々として、ほんで大阪に店を構えて金妻のお店をなさっていらっしゃいましてね、まあ立派なお店でございまして、もう今は息子さんの代でなさっていらっしゃるということでね、家の前まで送り届けまして、そしたらね息子さんらしき人がね、息子さんじゃないのかな、らしき人がまあお店にいらっしゃいまして、そしたらね金つばをいただきまして、じゃん、見えるかな、見えます、金つば屋ね。そしてなんかこんなんまでいただいて、いやー逆になんか申し訳ないなと思ってね、うん、いやいやもういいですいいですって、何言うてんの何言うてんのってね、もう持って帰らなあかん言うて、まあありがたく頂戴いたしまして、ちょっとこの金つばをね皆様にご紹介しながら今回のちょこっとしたお話を進めていきたいと思ってます。まあまあメインがこの金つばのおばあちゃんのお話にしようと思ってたんですけどね、あ見て美味しそうな金つばでもなんかねちょっと分かるかな、分かる、うん、金つばよう分かってないんですけどね、私京都の金つばはねこれお砂糖がねかかってたと思うんやけど、大阪の金つばはこれお砂糖かかってないね、ほんで外がね京都はパリパリなんですよ、その砂糖でね、でもパリパリでもないなと思って、でもねお店80年やってるってお母さんおっしゃっていらっしゃいましたけどね、うん、80年すごいよね。そして今息子さんの代になってお店を運営なさっていらっしゃるということでね、これちょっと食べてみようか、今日中にお召し上がりくださいって書いてあって10個も食べれへんしなと思って、冷蔵庫入れとったら大丈夫か、でもまあ今日いただいたんでちょっとこの今日中に食べるっていうのを 3つぐらい食べようかなね、今晩ご飯まだ食べてないんでね、いただきます。あんこ山盛りですわ、美味しい、うん、やっぱり違うね、京都はやっぱり砂糖がまぶしてあってそういうもんが金つばやと思ってたんやけど、美味しい、お上品なお味で、はい、で外がすごいもっちもち、
もっちもちで、これ、何やろ、きんつば詳しい人いらっしゃいます？むっちゃ、あ、でも食べやすいです。うん、食べやすい。あの、しつこくなく、あの、そのね、砂糖がまぶしちゃって、お、表がね、もう、飴みたいになって硬くなってるんですよ。郷土のきんつばってね。うん、そんなイメージがあったらもう全然違うわ。食べやすい。こっちの方が。うん。ん？うん。あの、堂島町。堂島山頂まで言うてはったかな。うん。あの、金つば屋というね、お店でございまして、あの、概要欄の方にもね、アップしておきますので、皆さん、あの、お近くに行かれた際には、あの、足を運んでみてはいかがでしょうか。うん。ということで、今日はこのね、かわいい、あの、ほんとかわいかった、あの、おばあちゃん。なんかもっともっと、いっぱいね、お話ししたかったなって感じしましたけども、かわいいね、おばあちゃんでした。はい。でも、ほんとほんと、いろんな人ね、いらっしゃるんで、優しい人だけじゃなくてね、ほんといろんな人いらっしゃるんで、ほんとおばあちゃん、気をつけてほしいなと思います。はい。でもほんとかわいいおばあちゃんでした。はい。そんなこんなんで、今日は、ちょっと迷子になったおばあちゃんをお家まで、送り届けました。金つばもらいました。美味しかったです。ペインクリニックで注射打ちました。淀屋橋から海田に来る路地とか景色が良かったです。行ってみてくださいっていうお話でございました。ではでは皆さん、本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ちょこっとしたお話、これにて、おしまい！ではでは皆さんありがとうございます。さらばじゃー！またね、チャンネル登録お願いします。では、さらばじゃ！アニョーン！ヒッ！